皆さん、こんにちは。昨日ですね、おにぎりを30秒で食べれるか、チャレンジの動画をね、撮って、それをちょっとね、うちの母親に見せたらね、そんな食べ方してるから無理なんだよ。そんな余裕で食べれるってね、言うんですよ。まあ、この私が食べれなかったものをね、できるわけがないのでね、もしできたらね、1000円あげるっていう約束でね、やってもらいたいと思います。どうぞ。意気込みはどうですか？え？意気込みは。こんなん食べられるでしょ。こんなん食べられる。食べられる？海苔がつけたから。海苔もちゃんとつけてから。意気込みは？何？はい、スタート。まだまだ用意してないタイムありますからね。いきますよ。バック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 。準備はどうしてですか？はい。レディー、ゴー！飲み込めないでしょ？飲み込めないでしょ？何分？8、9、時間！30秒？どうなの？思ったより。うんと。昨日ですね、30秒おにぎりがどうしてもできなくて、悔しくてね、今日一日そのことばっかり考えていたので、今日またおにぎり買ってきます。どんだけ？昨日はね、明太子だったんですよ。で、なんとなくね、ツナマヨが、ちょっとこう、ほら、ねっとりしてる感じじゃないのか。パサパサしないのかな、という感じがしてきて、今日は、ツナマヨで挑戦したいと思います。いけるかな？では、そう、こっち押します。ちょっとレディーゴーとか言って押すかなったら、勝手にスタートします。今日も当然2個買ってますので、どんだけ、もう一度チャレンジしたいと思います。ちょっとまたレディーゴー言わないで、そのまま押して食べます。すぐもう命かけてるんで。では勝手にスタートしますので、押したらスタートします。マジ悔しい。でもね、明太子より楽ですね。なんかツナがね、パサパサ感をなくしてくれるんだけど、なんか海苔がやっぱね、噛み切れないので、
海苔なしだったらね、ちょっといいかもしれない。あー悔しい、本当に。ちょっとまたね、絶対これなんかチャレンジ成功するまでやり続けそう。では今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また。